こんにちは、田久保かりんです。今日はボブとかロブヘアの短い髪型でもできる簡単なヘアアレンジを紹介していきたいと思います。まずは簡単な外ハネで、まあちょっと難しそうに見える巻き髪、あとは簡単なヘアアレンジを紹介していきます。結構こうやって髪を切ってからヘアアレンジに関する質問をインスタグラムとか YouTube でもいただいていたので、今日は撮ってみることにしました。なので最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目のスタイリングはこちらのストレートアイロンを使って外ハネにしていきたいと思います。温度は160度ぐらいですね。こんな感じで外ハネにしすぎないのがポイントかな。もう全体やっていきます。髪の内側も忘れずに、はい、こんな感じでゆるい外ハネにしたら前髪を巻いていきます。前髪は大雑把に、まあ、これくらい3等分に分けて、私はまず真ん中からいつも巻いていきます。毛があったかいうちに肩をつけます。こんな感じですね。で、また櫛で研いで、じゃん！ミルボンのジェミールフランオイルデューっていうヘアオイル、ハンドオイルを塗っていきます。2プッシュぐらい出して手になじませます。すっごいこれね、香りがいいんですよ。こんな感じで内側からで、下の部分によくなじませます。特にね、そしたら、余ったオイルで前髪につけていきます。外ハネヘアの完成です。私は外ハネにした時はこうやって耳にかけたりするのが結構好きなので、こうやって片耳だけかけてあげたり、大きなアクセサリーをつけて両耳かけてスッキリと見せてあげるのもすごく可愛いと思います。どうだろう、いい感じかな。このロブとかボブぐらいの長さの外ハネってすごく簡単にできるのにピシッと決まってくれるので、とってもお気に入りのスタイリングです。そしたら2つ目のスタイリングは外ハネをベースに巻き髪していきたいと思います。このロブぐらいの長さの巻き髪って結構難しそうに感じる方も多いと思うんですけど、そこまで難しくなく巻けるのでこちらもおすすめです。で、使うものは本当は、細めのコテを使いたいんですけど、私家にこの 32mm のコテしかないので、こちらとあと先ほど使ったストレートアイロンを使っていきます。ちなみに今コテ温めてる途中なのであれなんですけど、こういうカチューシャとかをこうやってピッて耳にかけたままつけたりしても結構可愛く決まってくれます。こんな感じでただカチューシャをつけるだけでも決まってくれるので、ぜひカチューシャをお持ちの方は使ってみてください。はい、ではコテが温まったので巻いていきます。まずこの手前の髪を外巻きにしていきます。下に抜いてもう一回巻く、こんな感じで、これはほぐさずにこのまま切って、反対側も同じようにやっていきます。そしたら次はさっき巻いたところの隣の髪を内巻きに巻きます。こんな感じで外巻き、内巻き、外巻きって感じで両サイドやっていきます。後ろもね、頑張ってこんな感じで外巻き、内巻きってするのがめんどくさかったら、まあ、正直全部外巻きでも大丈夫です。これだけでもね、意外とこうちょっとくるっと巻いた感が出るんですけど、今度はこのコテでは出せない細かな毛の動きをこちらのストレートアイロンでつけていきます。この顔周りの毛をぐるんと外ハネにします。これだけでわかるかな。結構髪の毛に動きがこっちと全然違くない。結構ね、これはね、試しにやってみようぐらいな感じでやってみたらめっちゃいい感じに巻けたんだよ。はい、こんな感じで全体的にぐるんと毛先を外ハネにしたら、この次は表面の髪をまだらに取って巻きます。ぐるんとストレートアイロンで意外と巻ける。こんな感じでね、細かな毛の動きがついてくれる。めっちゃ可愛くない？こんな感じ。反対側も表面の髪4束分、4、5束分ぐらいかな、取って外巻き、すぐにほぐす。こんな感じで後ろの毛も同じように巻いていきます。はい、こんな感じで巻き髪の完成です。
めっちゃいい感じじゃない？なんかさ、ゆるっとパーマを当てた感じのパーマ風巻き髪ですね。結構本当にこれは気に入ってて、みんなにもぜひおすすめしたいです。で、本当だったらこの後にスタイリング剤をワックスとかつけるんですけど、まあ、さっきつけてるのでちょっと今このまま浮かせていただきます。ちなみに巻き髪とカチューシャだとこんな感じでちょっと甘々になります。甘々なね、スタイリングもね、結構可愛いですよね。はい、そしたら3つ目のスタイリングはハーフアップを作りたいと思います。準備するのはこの100均とかに売ってるゴムですね。まずこうやって後ろに髪の毛を持っていきます。ここで遅れ毛をちょっと出してあげる。ロブのね、このハーフアップとかってこういう遅れ毛がめちゃくちゃ可愛いんですよね。長さが絶妙だし、それこんな感じでちょっと雑な感じで手でね持ち上げてあげて、見えるかな、こんな感じで後ろで結んであげたら、こんな感じでくるりんぱをしてあげてほぐします。ここら辺の髪とかをちょっとずつほぐしてあげます。バチバチに決めてる感じっていうよりはもうこうやってちょっとルーズな感じでやってあげると可愛いと思います。で、ここの遅れ毛の部分を先ほどのストレートアイロンでちょっと巻いてあげる。で、この遅れ毛をさっき使ったヘアオイルでちょっと束感を出してあげます。遅れ毛とかをね、ウェットにしてあげるだけでこなれ感が出るので、ヘアオイルとかワックスを使うのは大事だと思います。はい、ハーフアップの完成です。本当に短い髪のヘアアレンジって結構できないヘアアレンジ多そうに見えて、意外とできるんですよね。いや、多分ポニーテールしようと思ってもここで結んであげるだけでこんな感じのローポニーのアレンジとかも簡単にできるので、髪が短くなってヘアアレンジの幅が狭まっちゃったなって思う方もぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ヘアアレンジ紹介いかがでしたでしょうか。意外とね、髪を短くするとヘアアレンジの幅が狭まったって思う方もいらっしゃると思うんですけど、そんなことないし、確かにロングの方に比べるとね狭まるけど、それでも全然ヘアアレンジ結構あるので、この動画が参考になったなって思う方が一人でもいたら嬉しいです。で、この動画が少しでもいいなって思ったらグッドボタンとコメントをぜひお待ちしています。それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。